説明を求めます。国務大臣小林鷹之君。ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として所要の制度を創設する必要があります。次にこの法律案の内容につきまして、その概要をご説明申し上げます。第一に、特定重要物資の安定的な供給の確保に関する制度として、外部に過度に依存しまたは依存する恐れがある重要な物資の安定供給確保を図るため、特定重要物資を指定し事業者の取り組みを支援するとともに、安定供給確保が困難と認めるときは、政府がさらなる対策を講ずる制度を創設することとしております。第2に、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度として、国民生活及び経済活動の基盤となる特定の役務の安定的な提供を確保するため、妨害行為の手段として使用される恐れがある重要な設備等を審査する制度を創設することとしております。第3に、特定重要技術の開発支援に関する制度として、先端的技術のうち当該技術が外部に不当に利用された場合等において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れがある技術の研究開発の促進と適切な活用のため、必要な情報の提供、資金の確保、調査研究等の措置を講ずる制度を創設することとしております。第4に、特許出願の非公開に関する制度として、公にすることにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい発明の特許出願につき、出願公開等の手続きを留保し、発明の開示や実施を制限することを可能にする制度を創設することとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日としております。以上がこの法律案の趣旨でございます。提出者